青年よっていうか、自分たちが青年部の時にこんなことになるのか思いながら、今青年部運動が非常にこう盛り上がってこない中で、栄誉を送りたいという気持ちで歌いたいという。最初の説明だと俺の人だけ聞いたら、
そういうことです。まあそういった、悔しさとか、まあ、次の職場に行ってもみんなで、ね、新しいお金を頑張ろう、そういう、意味をが持った、曲です。聴いてください。3度目っていうことが分かるかね。これ歌ってるの聞いたじゃ多分分かるんですけども、まあ、いろいろ闘争があって、まあ、大きな闘争のために悔しい思いをしてきて、まあ、その大きさで言えば今回この内科分割っていうのが3度目かなっていうことで違う。